はい、皆さんおはようございます。毎度おなじみ、ダイナマイトさんです。はい、ということでね、本日1月28日は今年初の弥生カップなんですけれども、そしてなんといっても会場がご覧ください。じゃん。はい、懐かしとね、しびこさんです。ね、前回、まあここのね、しびこさんがリニューアルされるということでね、いつもの1回特設会場は使えなくなっちゃったんですけれども、しびこさんのご好意によりまして、またこのね、今年はこのしびこさん使えるということなんでね、今日も張り切ってね、弥生カップ進めていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで、懐かしのこの駐輪場ですね。で、直接会場はいつもここなんですけれども、まだこの時間でシャッター閉まってますねまだ8時ですからね。さあ、じゃあ頑張って設営していきましょうかね。誰かもう来てんのかな。今荷物搬入しないといけないですけどね。ということで、おはようございます。おはようございます。あ、いよいよしびこの搬入始まりました。もう始まってました。久しぶりですよ、この感じ。久しぶりですよ。なんか懐かしいなということでね、私もちょっと搬入お手伝いしますね。電気のつき方忘れるこの人は出ないでしょ。お久しぶりここで会うのはお久しぶりですねということで、私に手伝い、おはようございます。おはようございます。現場監督、おはようございます。なんか現場監督が定着してるような気がするんですけど、伊集院さんいないとこれ会場くっつけれないですかね、最近。監督じゃないいっぱい監督ですよ。はい、ということでお伝えしていきたいと思います。羽生前なんですけども、羽生とかね、設営前なんですけども、ご覧ください、しびこの特設会場帰ってもらいました。いやー、最高ですね、本当にこの空間他店より1円でも高く買い取りします。点数得点もあり、全部まとめてお待ちください。買いましたけど査定は無料です。でその話はどうでもいいです。いよいよですね、よいしょ、ギャップの車上完成しました。こちらです。ダダダ、はい、ご覧ください。久しぶりに見るこの光景、なんかね、もうつい昨日のようなすごく懐かしいことのような感じがしますけれども、しびこの1階、特設会場帰ってまいりました。ということで、ね、中の模様をお見せしたいと思います。今日寒いんでね、ちょっと早めに中入りたいですね。はい、ということで、はい、ということで、小便こんな感じになってます。はい、で、お金下ろしたくなったらお菓子さんここありますからね。さあ、シビス、お菓子をつけてください。はい、レジに入る場ときはゴーグルを片付けてくださいということで、こちら受付になってます。はい、ということでね、いよいよ完成しましたね。いよいよ完成しました。早かったですね。早かったですね。あっという間でしたもんね。なんかね、もう懐かしいっすわ、もう。はい、ということで、もうすでに車上完成してますんでね、ご覧ください。こちら一番端が、体験会ブース、ライフルのプレートとブルーツアイが出ます。で、その横が今体験の方もね、もうすでに入ってらっしゃるんですけれども、ブルーツアイ2レーンと、はい、そしてプレート2レーンで、こちらお供星人今試写してもらってますけれども、こちらがシルエットレーン2レーンになります。この、レイアウトは、大崎公式の、ね、3月30日だったかなに行われる、APS 岡崎公式練習会のレイアウトをそのまま組んでみました。今回はまあ2レーンずつにしたんですけれども、当日、まあ、ちょっとレーン数はどうするかは今相談中ですので、また続報お待ちくださいませ。ということで、こんな感じで本日のよいカップ行っていただきたいと思います。すみちゃん頑張ってます。そいねそいねThank you.
え、そんな。
活動します。その時にいっぱいいろんなイベントやるじゃんね。で、1個持ってるのが弥生ポップっていうか体験会をしながら、何やってんの？だから怒られた。ドラえもんか。生まれて。体験会してて向こうで啓発活動してたらお互いこう行き来できるじゃん。で向こうで障害者の方も APS やれるよって言えば、来た方が興味持ってこっち来てくれたり、こっちに来た人があっちに来てくれたりできると思うので、5月12日にできたら、体験会メインだけどみんなの練習パネルや弥生キャンプ的なものをここでやれたらいいかなと思ってます。あとは一番近いのはジャンクレーション、2月11日岡崎ハウズってところで、そこも弥生カップじゃないけど体験会メインで、できたらお母様たちのニーズと、奥さんやお母さんが OK 出してくれたら、お子さんや旦那さんもやりやすいと思うんで、そんな感じでみんながやってくれるように促して、こうこちらどうぞっていうことをしていこうと思います。はい、ちなみに時間は何時から？ジャックでしょ。ジャンクレーションは9時、はい、9時からですね、うん、9時からどれくらいですか？何時くらいまでですかね？3時5分、これ9時から3時5分、はい、で当日は美穂ちゃんが考えてくれた APS の漫画を使って、APS って何っていうお話をします。なるほど、そいつは楽しみです。できたら何か車だと渋滞で入れなくなっちゃったりする可能性があるので、バスとかバス停の目の前がハウズなので、日本に置いちゃって歩いてくるみんなと一緒にとか、そんな感じでしてくださると助かります。1キロ、まあ、お知らせとしてはそんな感じですかね。あともう大丈夫かな。わかりました。じゃあ今年もね、前半みっちりありますけれども、はい、頑張りましょう。はい、あとちょっと APS じゃないけど、はい、5月26日弥生サバグ、はい、弥生サバグ、やるんですね。場所は遠い和歌山の方ですか？もしかして和歌山、はい、和歌山行ける方はどうぞ和歌山行ってください。一応バス出ます、はい、お、すごい、先着順なんで、はい、軍用バスでしょう。捧げだったよ、捧げ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、いよいよ弥生カップメトリの方開始していきます。この放送はベースエクスチェンジ岡崎シビコ、岡崎 APS 部、菊川 APS クラブ、 JASG 日本エアスポーツガン協会の提供でお送りします。